はいどうも、リズムダウンの時間です。強迫と弱迫、これね、もうちょっとうまいこと捉えることできたんじゃないかと私は思います。というのは、つまりこれアクセントやとか強弱やってみんななんかそういう風に訳しちゃってるじゃないですか。あれ要は拍なんですよ。拍っていうことがまず念頭にないとダメなのに、なんかその音のそこを飛ばして音のそのイントネーションとかそういうダイナミクスのことやと思ってる人が多い。これは大間違いなんですよ。これでも簡単に言うと伸びる拍と縮む拍です。強い強拍の方が伸びる拍、弱拍の方が縮む拍。ポーズでもありません。でこれややこしいのは、なんで急イコールポーズ、なんでそのポーズっていう概念が入り込んだかやったら、うんたんで教えてしまったからこうなってしまったってやつですね。うん、だからこれ困ったことで、いやその感覚をずっとその1951年からその感覚で教育受けて、言ったら世界に余裕見ない変なことやっちゃってるってことですね。言いなりこのバーンって手叩いたところにうんって入れてからタンって叩くって、そのどの音に対してもその音符が書かれてるところにはタンで挑むっていう変なやり方しちゃってる。それの弊害がなんとなく支部で叩いた時に1234ってやっちゃう。これ結局頭に寄っちゃうんですよ。うん、バックビートとかそんなの関係なしにやっちゃうわけじゃないですか。でその感覚でそのままドンタン当てはまるじゃないかっつって、合ってる合ってる、1試合1試合で喜ぶわけじゃないですか。これがもうおかしいと。だから結局その弊害で何が起こってるかというと、今度は具体的にやっていきましょう。うん、結局伸びる拍と縮む拍が逆になるんですよ。だからこういう例えばスイングとかブルースの曲やった時に、例えばこういうね、日本の人ですね。伸びる縮む伸びる縮む伸びる縮む、よいしょよいしょ、うんしょうんしょ、ウォークザドッグウォークザドッグってやってる。そういう状態で、よいしょよいしょ、うんとしょ、うーうーだ、心臓で言ったらドッグン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 、うまい下手、メトロノームがどんだけこの逆の拍で捉えられるか、細かく捉えられるか、16分の裏で捉えられるか、変則的なあのクリックで捉えられるかとかいろいろありますけど、そういうのと違う話ですからね。もっと根本的な話なんですよ、これは。要は間がどこにあるかっていう話で、だからこういうのと聞き比べると根本的に違うのがある。聞くと分かりやすいですね。This is blues power. This is what. Hey, it wasn't up. I didn't see.
言うてる人ってこれ分からんで言うてるわけですよ。うん、白の長さとか言うんじゃなくて伸びる縮むなんですよ。伸びてる方の白が強白の方だって教えないだろ。この感覚って多分クラシックのやってる人とかでなんかうまいこといかん思ってる人とかうまいこといくと思いますけどね、うん、なんかこれ普通にありますよこの感覚、うん、昔の日本の音楽があるし、そうそう、向こうのクラシックのうまいなんか巨匠みたいな人のピアノとか聴いててもそういうのあるじゃないですか。そうそう、ムーンライトソナタ、月光とかね、そうそう、このだからこれがバックビートになってるか、そのあのオンビートの方になってるかだけのダウンビートか、うん、だからそのだけの違いで、その教え方がうんたんで教えると飛んじゃうんですよ。その概念自体がなんか否定になっちゃうんですよ。これ大変な問題ですよ。これもう1951年にやった悪習を直さないとなんとなく頭重心になっちゃうってことです。あの自分らがそうやりたくなくてもそっちになるし、チョイスがなくなります。バックビートでやろうと思うが、頭重心で立派な音楽やろうと思うと思ってもできないってことになっちゃうんですよ。うん、これそういうことです。うん、これ伸び縮みが違う、拍の伸び縮みが違う。もう振りとか返しとか今まで言ってましたけど、そんなんで通じない理由が分かりました。もう伸び縮みで言わないとダメですね、皆さんには。そうそうそう、結局こういうことが起こるんだよというので、まずここから導入行為しないと、多分そのこのシンコペーションされた感覚の中でバンバンバンって音出す感覚とは全然分からないと思いますね。うん、まずここです。はい、拍の伸び縮みという概念をちゃんとした間を捉えられることによってつけないとダメだっていうことですね。もう一本締めから練習するしかないですね。一本締め、うん、一本締めをできてないんですよ皆さんね、これやばいですよ。だからなんか早いとか変なことになっちゃう、これ原因がありますね。これ練習の仕方あるんですよ。もう何もないとこ叩く一本締めね、これできたらいろんなことできますよ。例えばこう、例えば流すんじゃないですか、こうやってこういうふうに、うん、たん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 ってこう、うんの方で入れるんですよ。そう、だからこういうふうに入れるんですよ。うん、結局これができたら次は鳴ってる方にする、同じ感覚でいかないとダメですよ。今何もなってなかったところに入れた感覚でいくんですよ。こういうふうにいかないと、結局こういうことをやって次はバックビートでやってみるってことになってくるんですよ。だからこれをまずやらないとダメですね。うん、これやらないとこういうふうになっちゃう。よーっ、こういうふうになっちゃうんですよ。あっ、よっ、こういうふうになっちゃう。こうならないように気をつけてくださいってやつですね。これやばいっすよ。だからもう何もないところで、で、鳴ってる方の拍で足入れりゃいいんですよ。だからよっこいしょ、よっこらしょ、よいしょ、あこーらしょ、あどっこいしょ、あほーらよ、どっこいしょで歩くんですよ。よいしょ、こーらよって鳴ってる方で歩くんですよ。タンの方で歩くんですよ。うん、タン、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 こういう練習した方がいいっすよ。あと皆さんあれですよね、あのベースとかキックドラム、あれ伸びる方の楽器やと思ってるでしょ、あの拍が違いますからね。いや、音の長さじゃないですよ、短いとか長いとかじゃなくて、拍伸びる方の楽器か縮む方の楽器やと思ったら皆さん伸びる方やと感じがします。はい、うん、だって一緒のことじゃないですか。おーくさん、うん、うん、たん、どっこいしょ、あ、ほーらよ、どっこいしょ、こうやって歩いたらいいんですよ。この感覚で今度は逆にするんですよ。そうしないと運転のままクリックをさっきのギターのロゴの人みたいにやっちゃうってことになっちゃうんですね。はい、まあ、この辺ちょっと気をつけてくださいって感じですね。はい、それでは失礼いたします。